この対局は国際将棋フォーラムの記念対局として行われました。先月都内にオープンした新しい将棋会館で藤井七冠は国際将棋トーナメントで優勝した中国のプレイヤーと対戦しました。藤井七冠が海外のプレイヤーと盤を挟んで対局するのは初めてで、今回は角落ちでの対局でしたが勝利しました。序盤からすごくやっぱりこうしっかりこう指されるなというふうに感じましたし、またやっぱりこう将棋にはその碁盤上のこう指し手を通してのまあコミュニケーションという側面もありますので、はい、その何とか魅力というのをこう改めてこう強く実感も、はい、しました。藤井七冠は15日から大阪で竜王戦第4局に臨みます。